大変なドラマが最後待ち受けてきました。立浪ドラゴンズバンテリンドーム初めての連勝、しかもサヨナラ勝ち。鮮やかなヒーロー2人、大島選手、そして最終回興奮しました。まずは先輩大島選手からお話を伺います。はい、1点追う形の最終回、よく最後水脇選手が選んで止まってきた、その時の打席の思い聞かせてください。とにかく、ね、いい形で後ろにつなごうと思って打席に入った結果が、たまたまいいところに飛んでくれたんで良かったです。はい、頑張ってくれてるんで、なんとか野手で、明日は勝ちたいと思います。